リラ系の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はこちらターザン内臓メンテナンス術という本を参考に内臓脂肪の軽減に効果的なセルフマッサージをご紹介します。まずは腰のつぼ押しを行いますね。でこの腸骨梁のこれが腸骨なんですけど、腸骨梁というのはこの部分ですねのすぐ上を4つ押していきますね。体側の方から1,2,3,4と背骨の際の方に向かって4箇所1,2,3,4という感じで押していきます。それでは実際に押していきます。この骨盤の稜線に沿って外側から1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5というふうに5秒ずつ、中の奥の方に届くようにしっかりまっすぐに圧をかけるようにして4箇所左右4箇所を押していきます。で次にお腹のマッサージをやっていきますね。痛みを軽減するためですとか効果を高めるためにお腹を温めます。これは蒸しタオルを使っています。ここでは見やすいように立って行ってますけれども、座って行ってもいいですし寝て行ってもいいです。楽な姿勢をとってやりやすいように行ってください。スムーズにリンパマッサージができるようにここではヒートジェルを使います。右から左へ両手を使って左右交互にさすります。まんべんなく1分ほど行ってください。手のひら全体を使って横へ横へと左右交互にさすります。次は、お腹のお肉をねじるようにこうちょっと私は少ないんですけど贅肉を挟むようにしてこうつまんでいったり掴むようにして揉んでください。斜めに掴むようにするのも効果的です。
にお腹を叩いて終わりになります。こういう形に手をくぼませた形でお椀のようにして、の手で下腹から脇腹まで全体をまんべんなく叩きます。以上になります。いかがでしたか？ありがとうございました。